動画のご視聴ありがとうございます。大輝です。本日は最近の気になるということで、もう発表されてというか、数日前というか1週間ぐらい前にリーク情報自体は流れてて、本当にこんなの出るのなんて言って、ですぐまあ正式に発表されて値段も出てきて、メーカーさんというかね、相当売る気満々なのか、日本も海外も含めてですね、販売店インフルエンサーの方々にすぐ実機をもう事前に配っておいて、同時に大量のレビュー動画が上がるというぐらいですね、こう気合が入っているようでございますけれども、IK マルチメディアさんの、トーン X1 ということで、あのトーン X ペダルっていうやつですね、結構前に出てましたけども、下の方にいたような気もしますが、これですね、トーン X ペダルってやつの、超小型版、機能縮小版でも音一緒だよみたいな感じのものが出てきて、だいぶですね、これはとんでもないのが出てきたぜっていうような感じで、まあ売れるんでしょうね、これはね。なので欲しい方は、もうね、お近くの楽器屋さんとかインターネットとかでね、予約をして買っといていただいた方がいいんじゃないかなっていうぐらい、多分この価格、このスペックだったら、とりあえず買ってみるなんていう感じで買いやすいんじゃないかなと思いますけれども、僕の動画のコメント欄でも、あのトーン X について語ってくださいみたいなコメントをいただいたこともあったんですけど、まだ詳しくはやってなくて、まあ、僕が実機をね、何回も弾いてはいますけれども、購入まではしてないので、手元にない以上、ちょっと詳しくレビューまではあれかななんて思ってまだやってないんですけども、とりあえずこのトーン X1 ですね、もう十分すぎるぐらいスペックになっておりますので、興味ある方はぜひですね、もういろんなレビュー動画上がってますから、ご覧いただけるといいんじゃないかなということで、僕の方ではですね、この装置はこういうことができますよっていうのは後ほど少し複合的な話でさせていただこうかなと思っておりますが、とりあえず超小型のね、トーン X 出ましたよと。イメージ的にはTC のポリチューンミニっていうかね、ああいう感じのサイズ感で、なのにこんなに機能ついてんのみたいな感じですね。で、そこで、ちょっとこう、皆さんに、それこそね、4月ですから、中学生、高校生、大学生の方で、エレキギター始めたとか、軽音部入ったとか、なんかペダル欲しいなとかね、いろんな方も増えてる時期かなと思いますので、あまりこう、高額な値段じゃない中で、何かこう、買っていこうかなって言った時に、どうしようかなっていうところで、以前紹介してます、はい、こちらですね、ライン6さんのポットエクスプレスと、全くコンセプトは違うものになりますので、トーン X1 との、なんていうんですかね、ちゃんとスペック、内容を知っていただければ、比較する対象ではないと僕は思ってるんですけれども、サイズと値段だけでいくと十分比較対象に値すると思いますので、こんなのもありましたねと。で、さらにはみんな大好きボスということで、IR2 ですね。はい。この辺もね、同じようなタイプの小型で安価で、っていうようなイメージですね。で、さらには、みんな大好きズームさんのマルチストンプですの、後継機というか第2世代といいますか、新しいものですね。続々とその後、発表も値段も出てきて、ベースも出ますよとかね、空間系、リレー、リバーブ等にね、特化しているようなものもまた出てきましたよ、なんていろいろございますけれども、で見ていきますと、トーン X1 は5月下旬発売予定の税込み3万3000円と、これだいぶお値段頑張ってるんじゃないかなという気もしますが、素晴らしいですね。この輸入物が何でもかんでもね、超絶値上がりしてる状況ですから、とりあえずと。で、ボスさんですね。26,400円。で、ポットエクスプレスがですね、もうデジマートでは全く出てないんですけど、LINE とみんな大好きサウンドハウスさんでも販売終了しましたということで、ちょっとこの今、国内におけるポットエクスプレスの扱いみたいなのが、まだ結局出てないっていうことなのか何なのかよくわからないんですけど、僕も実機見てないので、で、オフィシャルホームページ行くとね、近日発売予定みたいな、ここですね。近日発売ということで、実際日本ではいつこれが普通に店頭にブワーと並ぶようなことが起きるのかちょっとまだわからないんですけれども、そんな感じになってますよと。で、ズームさんの方は、マルチストンプ、
一番最初に出た方だと1万2900円ということで、で、まあ、後々出てくる、ベース用ですね、1万4900円で、まあ、空間系リバーブ系モジュレーションみたいなですね、こういったものが特化してますよってことで、まあ、1万5900円というような、まあ、価格設定になってますということでございます。で、早速画面変わりまして、はい、ということですね。またあの僕の汚い手書きがちょこちょこ出ちゃいますけども、まあ、何かしら買おうかなっていうようなイメージの傾けのお話になりますので、もう自分の買うのが決まってるよなんていう方はね、当然それでいいかなと思うんですけども、まあ、イメージ的には中身は全く違うんですけれども、ペダルボードに入る、まあ、あんまり大きくなくて、しかも例えばですけど、ニューラル DSP のクワッドコーテックスとかケンパーとかフラクトルとかヒックスみたいな、もう10万オーバー、15万、20万、30万みたいな、ああいう価格帯のものじゃなくて、なんかアンプシミュレーター的なもの なんかあったらいいかななんていう方が、まあ、この辺をもし買おうかなとなった場合にということですね。で、それぞれ、まあ、得意不得意みたいなものがまず結構はっきりしてるので、まあ、一応整理しときましょうかというところですね。まあ、とりあえず場所を取りたくないのよね問題ということで、まあ、それに関しては、まあ、このトーン X1 が一番ちっちゃいですけれども、さすがにね、普通のマルチベクター的なサイズ感に比べればもうだいぶちっちゃいので、まあ、この辺のね、まあ、特にボスさんとズームさんは俗にボスのコンパクトエフェクターぐらいのサイズですし、ホットさんもそれのまあ一回り若干でかいかなぐらいなんで、まあ、大きさがどうのこうのっていうのは、まあ、群を抜いてトーン X1 がちっちゃすぎるというぐらいで、まあ、そんなに別に、極端な理由にはならないかなというところですね。で、PC をもう使う大前提ってやつですね。もう PC がないと話になりませんよっていうような考え方ですね。もうこのトーン X1 はもう PC 持ってないともう絶対にダメですね。絶対にダメです。もう PC 持ってない人は絶対買わない方がいいと思うぐらい、もう PC 必須ですね。本体だけで操作できますけれども、結局音色の入れ替えとか保存とかいろんなことするって考えると、もうこのね、液晶も何もない状態で使っていくことになりますし、実際にそのまあキャプチャーみたいなのもできるようになっていくので、もう PC は必須だよと。ただまあ多分この機種買われる方はもう多分それ分かってらっしゃると思うので、で、それ以外の機種ですね。ズームさんなんかは、まあ、今後のアップデートとかがどうなのか分かんないですけど、別に PC なくても、買ったその日に、まあ、普通に使うことは可能ですよと。で、この辺に関しても、別に使う分には何にも困らないと思うので、一応ね、問題ないんじゃないかなと思います。このポットエクスプレスがいずれなんかのエディターとか出てくれば話は別なんですけど、まあ、そういうコンセプトでも今のところないように見受けられるので、なので PC のね、所有に関してはご自分でしっかりご確認してくださいと。で、こっからなんですよね。結局この辺の機種を買う人たちって、なんていうか、デジタルに抵抗があるという傾向が強い気がしていて、なんかヒリックス買うのはちょっとなとか、ケンパーちょっとなとか、まあ、そのね、クワッドコーテックスフラクタルとか、なんかその30万とか20何万出してデジタル買うのってちょっとなっていう、でも結局デジタル買うっていうやつですね、この辺の機種でいくと。ってなった時に、結局皆さんがこう自分のアイデンティティというか、こう惹かれる理由としては、やっぱりそのご自分のこうコンパクトエフェクターとか並べてる、そのボードの中で使いたいっていう願望がやっぱり強いんだろうなと僕は思っていて、なんでマルチというか、まあ、そういうハイエンド系の機械を買う人たちは、大半はまあ1台完結でもそれでも便利でいいじゃないって割り切っちゃってるか、それプラス実機1個2個みたいな考え方になると思うんですけど、この辺のサイズ感になってくると、当然の単体で自宅の練習とか、まあ、ちょっとしたライブとかちょっとしたセッションとか練習の時には、まあ、スタジオ練習では使うんだけど、本番でって考えると、結局これ単体では物足りなくなってきて、何かしらこうペダルを追加していく、まあ、イコール自分のエフェクトボードの中に、まあ、ギターのエレキギターの根本となるようなアンプの部分みたいなね、
その辺を賄えてるのかどうかというやつですね。で、エフェクトボードの拡張性っていう考え方でいくと、これすごくいいですよね。場所取んないですから。で、十分すぎるぐらいスペックですよと。で、まあ一応このボスさんもね、下の方にちょっとずれちゃったんですけど、センドリターン端子がついてるぐらいなんで、エフェクトボードに入れる。まあボスのサイズ感でなんか追加しようかなっていう意味では別に悪くないかなと思います。で、ズームさんのこのマルチストンプが売れてる理由なんかはもうまさに正直これだけだと思うんで、なんつうんですか。同じエンジンというか、同じ質のクオリティの、まあ、ほぼ同等レベルと言っていいような、その G2-4 とか、もっと上の機種がね、ズームさんはもうこのマルチストンプより前に出してますから、音質的にはほぼ一緒、もしくはそれ以上のものですね。カーボン調のマルチと言いますか。でもあっちはやっぱそんなに大量には売れないわけですね。だから音質云々っていうよりも、なんかその、この価格でこの小スペースで自分のボードに入れやすいっていうのがやっぱズームさんの武器になっちゃってる部分もあるので、まあ、このマルチストンプに関しては、まあこの辺はもう申し分ない気がしますね。で、ポットさんの方に関しては正直この中では、なんていうんですかね、簡易的なポットなので、モジュレーションからリバーブからディレイからですね、まあブーストの歪みまで含めて1台完結っていうのが一応売りになっちゃってるので、まあなんかちょっと微妙かなっていうところですね。まあ入れらんなくはないんでしょうけど、別に入れなくてもいいんじゃないぐらい割り切りみたいなイメージなんですかね。で、昨今ね、僕の動画でも何回もやってますけど、場合によってはライン出しみたいなのもね、少し増えてる方もいるようでございますし、お家で練習するときもね、ギターアンプなくてもちゃんとしたモニタースピーカーあればギターっぽい音がちゃんと出せるという意味合いでいくと、それはこの左側3機種は問題なくて、これダメだよってことですね。はい。要はG2-4 とかね、まあもっと上の機種だったらいいんですけど、マルチストンプ君に関しては、そのまあアンプシミュレーションというかモデリングというかなんというかね、このアンプとマルチアレイヤー IR とかって言ってましたけど、まあ、キャビンの、まあ、になってる部分ですね。これがセットで動きちゃうので、で、しかもそれは、どういう EQ の考え方のかなってですけど、アンプの、まあ、メーカーさんの言い分的な感じだと、フロントイン、まあ、要はアンプのインプットに挿す前提のキャビシメがかかるというですね、そういうコンセプトになってるので、単純にミキサーにつないで生々しいギターの音がするっていうような目的じゃないですよっていうところはしっかり把握していただくのがいいかなと思います。で、この拡張性にもつながってきますけれども、この左側ですね、この子たちは、キャビ自体を、まあ、おふることが当然できますよと。で、まあ、なんていうか、アンプのも、インプットとか、センドリターンパーアンプインとか、あとは純粋にライン出しとかね、どっちも対応できますよっていうところですね。で、この後、これ音がいいとか、クオリティが高いとか、そういう意味合いではなくて、僕の超感情の話なので、そんなことないだろうっていう方は、すいませんとしか言えないんですけど、そもそもこの中に入ってる、出てくるアンプのメインの音ですね、似てんのっていう話ですね。まあ、トーンエクス君に関しては、基本的には、もう、ケンパーと一緒でキャプチャーでございますので、その出てくるその瞬間の音っていうものに関してはもう完全にめちゃくちゃ似てると思ってもらって大丈夫ですね。トーン X ペダル自体もまあ同じですし、プラグイン上のトーン X もそうですけど、最終的な完成形の音ですね。はい。なんでアンプの、これがまた伝わらない人には伝わらないかもしれないんですけど、実機のアンプのスピーカーから聞こえてくる音が出る装置ではないということですね。実機のアンプにマイキングを立てて録音された音と全く同じ音がする装置っていうことになりますので、ここはしっかりね、把握していただくのがいいかなと思います。なんで、例えばじゃあマーシャルならマーシャルだとして、マーシャルあります。自分で弾くときにはマーシャルのキャビネットから出てくる音が聞こえてます。でもキャプチャーするためにはマイキングなりなんなりまた出てくることになるんですけど、そのキャプチャーのためにキャビネットにマイク立てましたよと。
で、そのまま撮ってる音が PC の方に入っていきますよというようになった時に、ご自分が聞いてるスピーカーから出てる音とマイキングで取り込んでる音はその時点でも違うものでございますので、でトーン X に取り込んで再生したら、スピーカーから出てきたキャビネットで自分で耳で聞こえてる音じゃなくて、マイキングされた音がそのまま出てくるっていうことですので、これはもうケンパーもニューラル DSP も、IK さんも全部同じキャプチャーというのはそういう要素をはらんでますので、そこだけはね、ただその代わり似てる同じっていうような感じでいいと思います。で、ポッドエクスプレス群に関しては、まあ実機聞いてないんで何ともわかんないですけど、まあ正直別に似てるか似てないかっていうと別にそんなことはないんじゃないかなという気はしますけど、でみんな大好きボスですけど、ボスさんに対してだけは申し訳ございませんが、相変わらずもう似てはないと思います。使える使えない音は関係なくて、生々しいリアルな実機のアンプとすごく似てるなっていう感じがするかっていうと、そういうわけじゃないと思うので、ただ別に似てなくても十分使える音ですから、それはそれと割り切っていくってことですね。で、ズームさん、まあ、正直これもこんな感じですね。はい、この辺踏まえていただいてと。で、センドリタン端子は、この中だとボスさんだけにしかついてないよと。まあ、なんで他のところは考え方、コンセプトが違うってことですね。おそらくですけども、ポッドエクスプレス君なんかは、単純にもこの1台完結で手軽にどうですかっていうイメージですね。で、これはアンプっぽい使い方をしてもらって、まあ、空間系とかいろいろ足りなかったら拡張してねと。で、こことここはコンセプトが一緒みたいな感じで、まあ、普通にペダルボードに直列とか並列とか中にこう、まあ、入れ込んでいくことでご自分で拡張してってくださいねみたいな感じですね。で、それが、スペック上だとズームさんは一応ね、ドライブペダル系とか空間系モジュレーションも一応入ってますけど、トーン X は基本的にはアンプの部分、キャビネットの部分、まあ、メインとなるアンプの部分か、まあ、歪みペダルみたいなね、ディストーションオーバーダイブファズみたいなのをキャプチャーして使うかみたいな感じになりますので、その辺ご自分の使用用途に合わせてですね、やっていただくのがいいかなと思います。で、はい、こんな感じになってますけども、お金をあまりかけずに、かつハイクオリティで今風の使い方をしていくってなった時にですね、まあ一応エフェクトボード発想だから右からにしましょうか。まあギターがあって、まあ、こっちにアンプがあるとしましょう。で、これがアンプのインなのか、センドリターンバーアンプインみたいに入れるのか、まあ、それともまあライン出しするのかは、まあ状況人によりきりでしょうけれども、まあ、最終的にアウトがこっちにあるとして、まあ今の考え方でいくと、まあ、すごくこのトーン X 君は強いっていう気がしますよね。なんでメインとなるアンプの肝の部分をトーン X 君で賄っていくと。で、この子自体、もしアンプとして使った場合には、まあ2チャンネルっていうか AB の切り替えは可能なので、まあグリーンと、まあ歪みですね、まあ、どの程度の歪みかは、まあ、ご自身のジャンルというか好みでいいと思うんですけど、まあ、この時点でも、まあ、2チャンネルのね音色切り替えを賄うことができると。で、そうなった時に空間系ディレイどうすんねん問題が必ず来るので、ご自分のまあエフェクトボードがね完結しているようなんていう方は、その今までの歪みペダルの代わりにね、これを入れることもいいでしょうし、値段だけ考えていくと、ここにね、ズームさんのこの今後出る1万数千円のね、空間系に特化してるものですね。この辺入れてあげれば、これがまあ3万3000円で、まあ、1万6000円くらいですか。足し算して、まあ5万ですね。まあ、パッチケーブルとか目をつぶりましょう、とりあえずね。まああと電源問題とかもありますけども、まあ6万ですか結局。はい、なんでなんか小スペースで場所取んなくていいなと思ったけど、結局このクオリティの歪みとなんか用に空間系があったらいいかなって、なんか賄っていこうかなって言ったら、もうやっぱりもうこのぐらいの金額になってっちゃうんですよね。ってなった時に、
本当にこれがご自分にとってベストなチョイスなのか、6万7万に増えてくんだったら、じゃあ3、4万でクオリティの高いマルチ買った方がいいなと思う方はちゃんとこう選択された方がいいですね。そうじゃなくて本当にもう IK マルチエリアさんの、トーン X の技術の音をちゃんと知ってらっしゃって、もう使いたい実機のアンプの音があるとか、使いたい実機の歪みがあるとかね、その実機ありきなので、このキャプチャー系のものはね、なんでそれを手軽に持ち出せるとか、で出先で音を作るわけでもなくてっていうところですね。あのキャプチャーとかプロファイリングは本当にその切り取ったその瞬間の出音の再現性に特化しているので、その後つまみじくってったら挙動は全然違いますから。ただまあなんていうか、似てはその実機の挙動じゃないんだけど、普通に使える範囲で動くので何の心配もないと思いますけれども、ケンパーさんがその辺がちょっと昔から弱かったですけど、トーン X とかニューラル DSP とかわりかしあのキャプチャーとか、まあ、取り込んだ状態は似てて、そこからこう結局トレブル、ミドル、ベース、ゲインとかボリュームとかプレゼンスとか、なんかそういうつまみを動かそうとしてた時には、実機の挙動じゃないけど、まあ、その出音を作っていく意味では分かりやすいというか使いやすい感じの印象なので、まあ、困んないと思いますけども、まあそういうコンセプトになってますのでね。なんでハイエンドみたいな考え方でいくと、結局5、6万だったらどうしようかなってことですよね。ここ難しいですよね。で、個人的に結局じゃあなんで皆さんこういうのに惹かれるのって言ったら、やっぱり自分のアイデンティティなんですよ。ここなんですよね、ここ。もうただひたすらにここなんですよね。なんで結局1台完結したいとかじゃなくて、なんかこう自分のお気に入りのエフェクトボードの一部分として使いやすいものっていうのが、やっぱり皆さんこう入れたり、まあ、とっかえひっかえこう変えたりしながら楽しめるっていう意味では、まあ、すごく魅力的なサイズ感価格帯の商品なんだろうなと思うので、ただその中では正直あのなんていうんですかね、アンプのシミュレーションとかのクオリティとか、今風なやり方の考え方でいくと、トーン X だけはもう群を抜いちゃってるので、さっきのここですね、まあ、これですね、これなんで、この価格帯の中だと、なんかエフェクトボードに取り込みやすいみたいなメリットみたいなのがすごくこう、フューチャーされるというか、サイズ感とか価格がいいんですけども、ただその他社さんの同じようなサイズ感のものに比べたりすると、もう圧倒的に、あの、超絶実機に似てる音がしますんで、なんでその、より、歪みペダル、アンプシミュレーション的な部分の考え方で、本当にハイクオリティでより実機に近い音を出したい方は、このトーン X くん1はとんでもない新製品な気がするので、なんでこれが他のメーカーさんに今後どういう影響を与えていくのかなっていうところになると思うんですけど、結構革命的なサイズ金額なので、まあ極端な話ですけど、あの僕がねデジタル系でメインで使ってる、今だと一応 FM ないんですけど、まあ、フラクタルくんですね、これと同じクオリティの音がするわけですよね。ライン出しした時に。そのアンプ単体とキャビ単体って考えちゃうと。まあ総合的に、その、何ですか、コンプとか、オーバードライブとか、まあ、ワウとか、ボリュームとか、まあ、コーラスとかだね。何でもかんでもエフェクターとかレイアウトとか考えて、完結させるって言ったら当然ね、マルチエフェクター軍団のクワッドコーテックスとかヒリックスとかの方に軍配がね上がりますけど、もうアンプとキャビネットだけで音作ってバーンって出すって考えると、片やこっちはもうね25万から35万ぐらいの価格帯の中でやってるものが、これだと 3.3 なわけですから、ほぼ10分の1の値段で、でもほとんどもう遜色ない、そういうハイエンド機器のようなライン出しのアンプの音が出てきますんで、これはね、いい方向に動くといいですね。あの他社さんのライン6とか、ニューラル DSP とか、ケンパーとか、フラクタルとか、まああと、いずれ出てくるのかわかんないですけど、ボスの GT1000 の後継機とかね、そういったタイプのものが、もうあの15万、20万、30万で、音いいでしょ、みんな買ってね、だけでは当然もう魅力なくなってきたよっていうような時代だと思うんで、
なんで僕が思ってるフラクタルのね、最大の弱点は高すぎるっていう、まあ、ただそれだけ。あとはユーザーインターフェースは親切じゃないかもしれないですね。そのクワッドコーテックスみたいなタッチパネルに比べちゃうとね、人によっては。なんでその辺踏まえてね、これは持っといて絶対損ないんだろうなっていう気がする装置ですね。で、トーン X のね、技術がアップデートでまた変わっていけば、結局インターネット上からいろんなデータを落とすこともできますので、1台持っとけば、もうお気に入りのフェンダーだけとりあえず入れとこうとか、じゃあ一応フェンダーとボックスだけ入れとこうかな、そしたらクリーンとクランチ行き来できるしなみたいな感じで、全然申し分なく使っていけるんじゃないかなという気がしますね。ただあくまでエフェクトペダル的な考え方なので、ちょっと僕も確認取れなくてよく分かんなかったのが、ミディ制御できないのかなとか、その辺はちょっと謎なんですけれども、ただなんていうかコンセプト的にやっぱそういうことじゃないと思うんで、そのなんかミディ制御して全てをいっぺんに賄うっていうんだったら、もうおとなしくそこはトーン X ペダルの方が無難な気もせんではないですし、なんかこう自分でガチガチって踏みながらやっていくっていうね、要はスイッチャーの中にこれ入れちゃえばね、いいんだと思うんですけどね、単純なとこの考え方でいきますと。なのでね、ぜひ、もう2024年、年度で言ったら4月始まったばっかりですけれども、いきなり初手からですね、とんでもないモンスターマシーンみたいなのが出てきましたので、ぜひご興味ある方はですね、楽器屋さんで試奏できればベストだと思いますけれども、予約してね、買っちゃってもいいぐらいのものなんじゃないかなと思います。で、4月からギターをエフェクターなんか買おうかななんていう、表現が正しいか分かんないですけど、ビギナーの皆様といいますか、これからやっていくぞなんていう方にとっても、一台持ってて損はないですが、これだけで全てが賄える装置というわけでは決してありませんので、ちゃんとね、お知り合いの方に、だったら GT1 の方が君には向いてるよっていうような説明があるかもしれませんし、これでね、空間系足したらもうね、5、6万なんだから、だったらボスの ME90 ってやつがあるよとか、GX っていうマルチがあるよとか、ボスばっかりですけど、なんかね、そういったものもあったり、あとは、必ずいつかコンパクトエフェクター欲しくなってくるから、先にこういうの1個持っとくといいよっつってズームね、持っとけばとか、なんかいろんなことがね、多分情報としてあると思いますので、可能な限りは思想をねしたり、お知り合いで持ってる方のね、近くで信頼できる人ですね、信用できる人の意見を参考にしたりしながら、機材選びね、楽しんでやっていただければなと思います。それでは本日も動画のご視聴ありがとうございました。大輝でした。